熊本市が今日全国で20番目の政令指定都市になり、大勢の市民が誕生の瞬間を祝いました。政令市誕生を祝おうと、熊本市中心街ではご覧ください、コンサートが開かれ、大勢の人が詰めかけ、カウントダウンボードの前でその瞬間を待っています。市が活性化して住みやすい都市になればいいなと思います。九州の中心になって、楽しい街にしてほしいですね。熊本市の政令市移行は、国が100万人以上だった人口要件を引き下げたことを受け、周辺自治体との合併を経て実現しました。市の人口は73万4474人、5つの行政区が設けられ、早速市長が市役所に中央区と記された表示板を取り付け、政令市としてのスタートを切りました。市内のデパートでは今朝赤飯が振る舞われるなど、地域経済活性化への期待が寄せられています。